Mano. そうです。あなた方が噂の女性だけの舞台か。ルフトンが相手を取っていた。だがまずは私に心の強さを見せてもらおう。この芝おかしくない？なんで向こうのリーダーに会うことになってるの？マリーもわかりません。でも今はファンのみんなを喜ばせることが先決です。そうですよ。とにかく頑張りましょう。みんなをあなたの虜にしてください。そしてぶっちぎりの一番になってください。ちょっと不安だけど、応援してくれるみんなのために頑張るぞ。闘志よ、今こそこの超死竜が相手になろう。やってやる。やっぱリオさんのカードが一番華麗で強力だな。バカ、マリーちゃんのシステマには誰も叶うもんか。アホ、ほのかリーが一番に決まってるだろうが。やっぱりほのかちゃんが一番だ。見事な心の強さ、そして鮮やかな手並み。噂は全て真実だったようだな。ほのかちゃん最高だ。あの超運をやっつけるなんてすげえ。もしかしてこの人たちが噂の？玉木ちゃんに会わせる前に本物か確かめないと。もっとファンの人を連れてきてください。そしたら本物だって信じますから。うん、噂って何だろう。その前にファンをいっぱい連れてこないといけませんね。待ってたよ。強いんだね。腕は確かだ。フン、小娘が俺を倒せると思うな。すごく美しく可愛らしい。あなたこそ女神だ。一緒についていきます。マリーちゃんの趣味は最高だ。あの服だって自分で縫ったんだぜ。ほのかちゃんなんかお風呂好きだぞ。綺麗好きで素晴らしいじゃないか。リオさんなんかな、手品が得意なんだぞ。終わった後の笑顔がまた可愛いんだ。あなた方は前から好きでした。ついて行かせてください。さてこんなものかしら。そろそろあの子のところへ行ってもいいかもね。確かめるために戦わせてください。ここは私が。助けていただいてありがとうございます。なんて強くて可愛い人たちだ。ほのかちゃん、ここまでも追いかけるぜ。みんな、いつも優しいな。ありがとう。見事な手並みを。消耗されているご様子、
下がってください。今日はこれくらいにしときやる。出番ですね。ここまで来ると噂は本当らしいな。だがただで玉木に合わすわけにはいかねえ。この先に凶悪な鬼がいる。そいつを倒したら合わせてやるよ。この声いくぞ。飛んでっちゃえ。あいつだ、急いで倒してきてくれ。ちょうど退屈していたところだ。アーナさん、倒させてもらうよ。貴様らで晴らしてやろう。ちょっと怖いけど、みんなのために頑張るぞ。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。漁夫を倒したらやるじゃねえか。よし、玉木に会ってきな。そろそろ分かっただろ。一番はマリーちゃん。いや、ほのかちゃんだね。はぁ、あ、リオさんに決まってるだろうが。あなた方のお見合わせは神だね。私、ずっと会いたいと思っていたのです。私たちに会いたいってどういうことですか？お話は後にいたしましょう。まずは私にも皆様の輝きを見せてくださいませ。ほのかちゃんのピース、かわいすぎる。なるほど、あなたは手だれであると認めます。私はもう皆様の虜です。ファンになってもよろしいですか？あれ、よくわかんないけど、私たち異世界の争いを止めちゃったみたい。いや、まだ争いは続いています。3人の中で誰が一番魅力的なのか。ほのかちゃん、直接対決で決着をつけてください。ここまで来たらやるしかなさそうね。こうなったらやるしかないですね。わかりました。舐めないでください。お客様がお望みなら。アーナさん、倒させてもらう。狩りの時間だ。逃がしはしない。
これからも一緒に来てくださいね。皆さんよろしくね。あれ、そういえば何か忘れてるような。ファンの数を見ると今回の勝負は引き分け。次は頑張らないと。私もみんなのために頑張りたいな。応援してもらってとっても嬉しかったから。まあいっか、今大事なのは次に一番になるのは勝利の女神リオで決まりでしょう。